平成31年4月24日第4です。日東ダリア号で通算500勝を達成しました阿部隆騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは区切りの500勝ということですけども、達成されて今の気持ちいかがでしょうか。ですね、本当に一つ一つの積み重ねでここまで来れたと思っているので本当に感謝しかないです。一つ一つの積み重ねということですけど、思い出に残る勝利、どんな勝利でしょうか。思い出に、そうですね、はい、まあ、いろいろあるんでしょうけども、まあ、調教から乗ってレースに向かって、でそのなんすか結果が伴った時はそのどれ乗ってもどれで勝っても、うん、嬉しいですけどね、うん、やはりレースだけではなくてその前の過程を踏んでの勝利というのがやはり、うん、また普通ただ勝つのよりもうその達成感というか、はいはい、今季始まる前はカタールでも経験を積んできましたけども、その経験どうですか今季、まあ、まだ、4日終わった時点ですけども、はい、気丈に生きる部分などはありますか。いや本当に学ぶべき、吸収、できるよう、したいなと思ったことがすごい多かったので、今の自分のそのリズムを崩さないように徐々に取り入れていけたらいいなと思います、うん、しっかり自分も持ちつつ、はい、まあ、新しい風も入れていきたいと、はい、そんな感じでしょうか、はい、間違いなくまだまだこの500勝通過点だと思います。そう思いたいです、うん、今後自分としてはさらにどんなジョッキーになりたいというのがあれば教えていただきたいんです。そうですね、どんなジョッキー、ずっとやっぱ阿部龍は阿部龍なんでしょうか。まあ、そうですね、うんうん、ずっとこんな感じじゃないですかね。それでも、結果を出していくところがすごいと思います。最後にファンに向けてメッセージお願いいたします。今年度も街道競馬が開幕して、来週ゴールデンウィークのイベントもなんかあるみたいなので、ぜひご来場ください。阿部隆騎手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。